田中正宏は、日本のホルン奏者、NHK 交響楽団主席奏者、武蔵野音楽大学教授を務めた。日本におけるホルン界の草分けとして、ソロ奏者、また室内学の先駆者として、常に指導的な立場にあった。福岡県加古郡二世町片島にて、旧西加古中学校の数学教師であった、田中近氏と、妻、春樹の次男として生まれる。 カホ高校の吹奏楽部でトランペットを吹いていたが、3年生の時に楽器庫にあったホルンを見つけて、武蔵野音楽大学にホルンで入学した。なお、カホ高校商用歌を作曲している。武蔵野音大在学中、1960年秋に、この絵ひでまろ率いる ABC 交響楽団のヨーロッパ演奏旅行に参加した。 日本のオーケストラによる戦後初めての海外演奏旅行であったが、演奏旅行中に資金が底をつき、ローマで年を越して帰国した。帰国後、1971年に日本フィルハーモニー交響楽団に入団したが、翌1972年に同楽団が分裂して、新日本フィルハーモニー交響楽団が設立されると、首席ホルン奏者として移籍し、 小沢政治式の定期演奏会で、モーツァルトのホルン教奏曲第3番を演奏した。1973年に NHK 交響楽団に入団、後主席奏者を務める。東京80相談メンバーとして、室内楽でも活動する。1976年から1977年まで、ウィーンに留学し、アール・フロイントに支持する。 1966年から1976年まで、東邦学園大学、1970年から、武蔵野音楽大学で指導する、京都市立芸術大学助教授も務めた。翻訳書に、写真で学ぶフレンチホルンの暗部士は、監修、教訳に、金管楽器を吹く人のために、などがある。ありがとうございます。